盛り盛りライオン株式会社皆さんおはようございますさあ今週も盛り盛りライオン始まりました今日も石川は土曜の朝に元気に出勤してきたんですがなんと桜部長が出張のため私一人なんです一人では寂しいので強力な助っ人を呼んでおります盛り盛りライオンコモンで番組スポンサーでもある双角本舗 マルキア社長佐々木栄一さんです。よろしくお願いします。おはようございます。はい、おはようございます。いるんですか、私なんかで、ね、いいです。部長のご指名ですから、えーど。どんな番組なんかわかりませんけど。<laughs> よろしくお願いします。いいますそれではですね。今週のゲストを紹介いたします。親子カフェコネクテッドコネクトを経営している桜田直美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うございや。 その前になんか差しし入れがチラッと見えたりしてあのー、まあせっかくね私があの来ましたので<え>ちょっと最初に朝のお目覚のスイーツをですね <laughs> ちょっと皆さんにご馳走しようと思って持ってきたんですがです今日はですねおひな様が近いのでちょっとひな菓子をですね持ってまいりましたで一つがですねこのひなあられよく皆さん食べるんですけどう坂田さんよかったら、はい、なかなか食べる機会ないでしょうす <laughs> 石川さん 3月3日は「あの桃の節句」と申しまして、はいまあ、女の子の、ね、節句で<っ>皆様おひな祭りでお,あのお人形を飾ると思いますが<っ>ぜひ飾ってくださいね。はいで、あのー、ちなみに1月1日がお正月ねでそれから3月3日が桃の節句、はい、そして5月5日男の子の、ね、節句の端午の節句、うん、そして7月7日の丹な七夕ですよね。で実は9月9日ってあんまり有名じゃないんですけど 菊ののってのがあるんですよ<ー>で年間で5つの節句ってお節句ってのがあって昔はですねあの江戸時代には定休日だったんですね<ー>休日ということになってたんです、ね、今はね年間で12回ぐらいありますけれどもまあそういうお祝いをする一つの,あの行事としておひな祭りっていうのがありますので皆様ご家庭でですね楽しんでいただきたいと思います。 ええー、それではあのー、桜田さんなんですけれども、2012年10月に鈴鹿市町にオープンされたカフェを経営されているわけなんですけれども、まずすごいあの可愛いネーミング気になるんですよね。うん、ね面白いね、コネクティッドコネクト。うん、ちょっと <laughs> ちょっと回らない。<laughs> すいません、朝なもんで、ね、まだはっきり言と喋れないんです。<laughs> コネクティッドコネクト。はい。でしかも。 このコネクティドとコネクトの間にこう矢印がありますよね <laughs>。はい。これはどんな意味が？うん、はい。えっとコネクテッドがつながるです。うん、でコネクトが つなげるなんですけど、うん、語呂的にテッドが前にした方がかっこいいと思いましてちょっとかっこいいですね <laughs>、はい、リズムがあると言いますかねココ <laughs>、はい、コネネネクククトトトですねねやっぱりそれで親子カフェっていうことなんですけれども、はい、実際どんなお店かちょっと詳しく教えていただけますかはい、えー、とお子様連れでも来やすいのんびりお過ごしいただけるカフェになっております。うん f フェイスブック載ってるので見たんですけど、えー、かわいいおしゃれなお店なんですよね。内装とか見ると何かこう手作りの感があるんですけれどももしかして全部やったとか<あ> <laughs> はいあのできるところは全部自分たちでやりました、うん、そんな感じの手作りの感がねすごくあるね私も昔カフェやってたもんですごくああいうお店 <laughs> 興味がありましてね <laughs> う,んうんでどんなメニュー出されていらっしゃるんですかあ はい、えっ、ー、と、パスタとか、の、お食事を中心に、パンケーキとか、あと、お子様用のメニューも、ご準備してます。スイーツもあるんですよね、はい、私の分。はい、えっ、ー、と、キャラメルバナナのパンケーキとか、あと、しずくいさんの米粉を使った。ハチミツがかかったパンですね。ああ、まあ、今、パンケーキブームですよね。それでね、なんか、その、あの、パンケーキなんですけれども、うん、オリジナルで、キャラクターの絵がね。 あの書かれてたりとか知っててすっごい可愛いんですよね、はい、ありがとうございますそれもいつもこう食べれるメニューに入ってるんですかえっとですね、うん、プレートはオーダーになってまして記念日とかお誕生日の時とかにお好きなキャラクターだったりカラーをご注文いただいてからお作りしてますえー、そうですかであとねなんかそう カフェの中でネイルカフェっていうのもねされててあいろんなことをされてるんですよカフェの中でただ、はい、あの食べたり飲んだりだけじゃなくてねじゃあ例えばもう今日はネイルだけれども来週はまた違うなんかイベントがあったりとかもするんですかはいえー、っとお子様とお楽しみいただけるような教室をやったりとか、うん、例えばどんなの、えっと、この間は布絵本を作りました。はい でなんかそのワークショップなんですけどもこう定期的にはい、うん、あのお店がしずく石なんですよねはしずく石のあの商店街はいの中のどの辺にあるんですかえっとしずく石の商店街の入り口の方入り,入り口というしずく石商工会の真ん前です <laughs> 真ん前はいあその方がわかりやすいです、ねはい、なるほど。 雫石商店街っていうと、あの軽トラック一でね、全国的に有名なんですよね。はい、商店街のあの町おこしなんて、全国でやってますけれども。うん、数少ない成功例なんですよね。そういう成功例のある商店街の中に。こう、出された、なんか、お考えとか、どういった経緯で。あ、あの、お嫁に雫石にまして。あ、そうですか。あ、はい、ウェルカムですんですね。はい。<laughs> <laughs> それであの、まあ、子供が小さい頃に雫石に、はい、住んで。 子育てを始めたんですが、うん、まあ地元で、あの育ってる場所で。お仕事ができたらいいなっていうのはありました。あのお嫁に来られて、雫の印象ってどんな感じだったんですか。<laughs> いや、ちょっと、あのすごいとこで来ちゃったなとか。そ,そうですね。<laughs> はい。え、もともとごじゅ、あのご出身はどちら。なんですかえっと宮城です。宮城。あ、そうですか <laughs>。そちらから岩手の方に依らして、はい。実際その。 なんていうのカフェを始めようとしたきっかけっていうのは結婚されてからはいですかはい、はいえー、えっと子供今でこそ5歳になったので手がかからなくなったんですけど、うんうん、もっと小さい時は行ける場所ってすごい少なくていやでも実際、はい、本当そうですよね,よねだってカフェ入ったってね今度子供をね、うんうんうん 腰座らせる椅子からね、うん、揃ってるところです少ないんですよ、ねそうそう。ファミリーレストランならね。そうそうそう,そうちょっとおしゃれなカフェなんかないもんね。はい、そういった自分の気持ちがこんなのがあったらいいなというところがもしかして現在。そうでで私みたいな人がいるに違いないってふう思ったはい。<laughs> はい、ああでどうですかやっぱりそういう方々結構あちこちからいらっしゃるんですか。あ はい、えっ、ー、と、町内だけではなくて、町外から、お子様連れの方だったりとか。うんうん、お子様連れの方と、お子様がいないお友達同士で、うん、あの、一緒に来ていただいたりとかしてます。お母さん方にしてみたら、喋れる場があるってのいいでしょうね。うね同じようなね、言葉<で>を。そい,いいんですもんね。ん <laughs> それって嬉しいですよね。やっぱり、今、家でってのじゃなくて、どっか外でっていう方の方が。 やっぱり多いのかな。うん、そっちの方が楽だとかあるんでしょうかね。なんかお家に呼ぶよりはお外で気兼ねなくお話しした方が話しやすい部分はあると思います、うんうん。なるほどね。そうかもしれないね。プライベートの部分ね。<laughs> うん、あんまりこう見せたくないとか <laughs> あ。なるほど。子供さん同士もね、やっぱりこうそういう遊び場としてはいいでしょうね。うんうん、まあせっかくですから宣伝されていいんですけれども、あのー、なんかちょっとイベントとか腰ばらくなったらば。 はいえっと2月22日と23日に開催される岩手 S-1 スイーツフェアに当店も参加させていただきますスイーツフェアですかはいあそうですか私も関係者かもしれない <laughs> <laughs> 全然出る気がなかったんですけどあそうですか、はい、スイーツフェアすごいえ何を出されるんですかはいえっと今回この S-1 に向けて雫石さんの お米を使った玄米ラスクを販売させていただきます。そうすごいな。なんか食べてみたいですね。スイーツペイントそれるわけですね。はい、楽しみですねじ。じゃあ今後の夢ですね。聞かせてもらえたら嬉しいですね。はい。えっ、ー、と今後はえっ、ー、といつも毎月行っているワークショップえっ、ー、ともうちょっとたくさんやってってあとお値段をちょっと下げていろんな方に参加していただければいいなと思っております。 だいたい営業時間としては昼が中心なんですか。夜はあんまり、うん、はいと営業時間は11時から17時半までになっております。お休みはお休みは第二、第四日曜日なんですけれども、イベントとかが入ると出店するので、<ー>はいちょっと変わってしまう時もあります。うん、あなんかフェイスブックかなんかに載ってるんでしたっけ。はい載っております。じゃあ,あのコネクティブ<う>コネクトで調べると出てくるのかな。ね、はい。 あとじゃお問い合わせ先を教えていただけますか。はい、えっ、ー、とゼロ一九六九二二九二九のえっ、ー、とロックに肉肉です。<laughs> はい、じゃ私たちも部長といきますのですすすよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日は親子カフェコネクテッドコネクトを経営している桜田直美さんにお話を伺いました。桜田さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。